な、えー、なんで成功しないのかそれは成功するあのやっぱ一定の練習量がないと試合に出れないっていうのはあると思うんですよ、うん。だから一定の練習量を積まないといけないっていうのは簡単な公式だと思いますしじゃあ私たちはいろんな試験を受けてきてここにいるわけですけども試験で合格非不合格どこで決まるのかっていうと。 合格ラインを超えるるままでででで試験会場にに行くまでにねね自分のの中で積み上げたものがあかかどうかなんですよ、ねうん、だからやっぱり問題と答えってのがパターン化されてますから、うん、じゃあなんかね受験でも何でもいいですけども毎年出る問題と3年に一度出る問題と5年に一度出る問題っていうふうに仕分けた時に過去問ってのがあってその過去問から出題者も選んで出てくるわけですからじゃあ 毎年出る問題はやったでも3年に一度出てくる問題はちょっとあんまりやってなかった5年に一度やってくる問題については全く触れてなかったっていうと合格率は落ちますよね。あの阪神タイガースの柿計さんっていう方がねいらっしゃってその人が島田慎介さんと話していた時に島田慎介さんが「柿計さんってどのくらい練習するんですか?」って言ったら「そうですね毎日素振り500本ぐらいしますかね?」って言ったら「えっ500本もするんですかやっぱプロはすごいですね努力の人だわー」って言ったら「いや慎介さんちょっと。 いや500本の、ね、素振りなんてねもうプロでやってない人いませんよこれ努力ですかねとか言うわけですよだからそのやり取りを見ていてはっと気がつくわけですよねプロのステージに乗ってるってことはそれこそね一定の練習量はクリアしてるってことなんですよまさに。じゃないとプロの世界に入ってこれないしそっからも何て言うのかな低い練習量でついていけるわけないんですよねだってみんなそのぐらいやってるわけなんですよ 500本、1000本の素振りをしたところで、じゃあ打率3割いくかってはいかないんですよね。その他の要素も必要なんですよ。だから素振りをやって野球の練習終わりじゃなくて、他の要素もあるってことなんですよね。だからどれだけそこに傾けられているのか。ね、そういったところが大事なのかなと思います。はい。で、こういうふうなことも言ってるんですよ。ソフトバンクや日本ハムがなぜ強いかといえば、競争に勝ち上ったメンバーが試合に出ているからなんですよと。 競争が激しくなるとそのとりですよね。それに競争で勝ち残った選手がレギュラーを取れば誰からも不安の声は上がらないでしょってことなんですよ。掛布さんもね結局ニコニコした笑顔とその語り口が人気でプロになってるわけでもないんですよ。やっぱりね打って走って取ってちゃんとそれだけの練習量積んでるから難しい球でも打つし取るしみたいなね野球の醍醐味を感じさせてくれる。 そそしてチームを勝利に導くうういいいこととじゃないかなか思いますよねみんなの銀行の話もしましたけどもいやみんなの銀行本当ね誰でも行くわけですよでなんで行かないかっていうとやめちゃうでしょあこれすごいみんなの銀行ってむちゃくちゃいいじゃんって思ったのは初日だけで1週間経ったらまあ今度やろうかなって感じで今度が来ないんですよこうやってね1年かかりでもいいから30万っていうものを作ればそれが実績になって次の成功を呼ぶわけですよね でもみんなの銀行をやったんだけどもね全然ダメでした。なんでって言やってないからみたいなね。そんな人に何か任せたいですかってことですよね。でも1年がか,かりでも一心食らいついてでも30万を取りに行ったっていうものが実績としてあれば1年も経たずに諦める人が多いこの世の中でね光るものが残せるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあいってらっしゃい。